武田紀子、小畑景典、小畑景典はですね、甲州の、標本物、甲州流軍学で有名の、軍学者、武将ですが、軍学者として有名ですよね。で、今日はですね、こちらに景典公のお墓、それとご子孫のお墓もあるんですけども、小畑氏ですね、ちょっと城主にも小畑氏がいてですね、ちょっと武田氏との関わりがちょっと複雑なので、ちょっとその景典公の関係の、小畑氏についてちょっと触れておきたいと思います。こちらは相模の国の蓮所寺さん、蓮というのは日蓮の蓮ですから、当然日蓮宗ですね、日蓮の家紋も入っています。こちらにもね、石碑にも少し出てるんですけども、まず小畑氏ですね、景典公から、3代前まで遡ります。父は武田24将で有名な小畑政盛公、その父が、勇猛で知られる、通称鬼虎、鬼と虎が一緒という、小畑虎森ですね、虎は信虎の虎だと思いますけども、でその父、景典公の祖父の父ですね、小畑日常と呼ばれている方が、甲州との最初に関わりを持ってですね、それ以来武田の家臣として、使えるわけですけども、小畑日常ですね、もともと駿河の、江戸近くと今川市に関係している、勝又氏の出身のようですよね。武田もですね、甲州で流れ物は嫌うと言いますけども、相模や関東、または関西とか、地方から来た、有名なのは大隈重秀とか一号の出身の方いますけど、結構そういう有能な方はですね、特に武田信玄公は使えることを許していますよね。出身とか身分は問わずですね、やっぱり能力の高い人を、仕官させると、そういう、山本合戦しても叱りですよね、そういう方がありますので、小畑日常に関してはそういうことで、甲州に縁を持ったと、それ以来ですね、景典公のご子孫も、最終的には甲斐武田の後は徳川家に仕えることになるんですけども、いずれにしてもですね、甲州に下り、4代までは間違いなく武田の、武将として活躍した一族になります。で小畑信貞公って上州の小畑もいるんで、ちょっと字がね、字体が違ってるの、特に小畑日常さんの旗は、足利の畠山氏の畑ですね、畠山重忠の畑、と旗、番ですね、八幡の幡、2種類あるんですけど、日常公は、その畑の方を使ってたみたいですけど、それ以来はですね、虎森公にしても、すいません、虎森公も畑を使ってましたね。でその後の、政盛公は、両方使ってた、もしくは畑という形になります。で景典公にちょっと話を戻しますけども、先ほど甲州流軍学と言いましたけども、もともとですね、その甲州流軍学の成立というのもなかなか難しいんですけども、一番ですね、甲陽軍官と呼ばれている、甲陽ですから、甲州側の人間が書いた甲州側の、人の都合によってですね、掲載された、甲陽軍官というのがあるんですけども、そこに基づいているというものがありまして、そもそも甲州甲陽軍官とは何かっていう話になってくるんですけど、ちょっと話がややこしくなりますので、ちょっと、景典公のですね、関係だけちょっと話をしたいと思いますけども、父親のですね、小畑政盛公もこの甲州流軍学に関わっていてですね、いわゆるその陣形ですとか、いわゆる標本物ではないです、後の、江戸時代もしくは佐々木小次郎じゃないですけど、剣の使い手ではないんですよね。そういうことでの、軍学ではなくてですね、兵法、つまりその先ほど言った陣形ですとか、そのどういう戦をしたら、勝てるのかと、またどういう戦が、あるのかっていう、その、どちらかというと本の方ですよね、読み書きの方の兵法を伝えると、もちろん絵図とかもありましたし、その景典公がそれを引き継いだのは父親の政盛公の影響がもちろん多いのと、でさらに政盛公は、もっと言えば高坂正信、信州海津ですね、が途中までやってたみたいなんですけども、でもっと言えばその、高坂公に、伝授したのは山本勘助
という形になりますので、甲州流文学イコール山本勘助ではないんですけど、もちろん、まあ、その彼もやはり先ほど言ったように他国からの流れ者でですね、標本者として、軍師として武田信玄に仕えたわけですけども、そういったあの軍略家、軍師、まあ、信玄公はですね、その人の力量を見抜いてですね、その人の裁量に応じた、まあ、適材適所ってやつですかね、今で言ったら、そういう人事をしてましたんで、非常に甲州軍団っていうのはその武芸が強いとかそういうことよりもやっぱりその個性を生かしたですね、その人それぞれの、まあ、なんていうんですかね、強みを発揮できたと。ですから著名な方が非常に多いのと、まあ、確かに甲斐の国というのは後年は20万石とかいうクラスの領地になりますけど、昔はやっぱり小さい国でしたから、それを大国、それこそ200万石とか、勝頼公の時代が最大半島ですけども、広げるにはやっぱりですね、他国で戦をしなければならないと、まあ、それが基本でしたし、実際戦国時代の中でもですね、これほど、自国他国で戦をし続けた、国武田氏、は、まあ、どっちかというと珍しいといえば珍しいですし、まあ、他の、まあ、毛利にしても西国にしてもですね、そういう武将も確かにいましたけども、武田家ほど、まあ、他国の領国にですねこだわったと、まあ、特に海を目指してたわけですね、越後の海、駿河の海、相模の海と、そういう、家柄だったもんですから、まあ、やっぱりその軍学といってもですね、ああしろこうしろというふうに書いてあるということではなくてですね、まあ、後世に伝えるという意味でも、まあ、今となってはですね、その甲州軍学、非常に貴重なものとなっていますので、小畑景典公、まあ、当時は徳川に行った後ですね、まあ、その配下に何人かいたみたいですけども、まあ、武将としての活躍よりも、まあ、どちらかというともう江戸時代落ち着いてですね、軍学者としての名前の方が非常に大きいですよね。だから、まあ、もちろん父が足軽大将だったってこともありますんで、戦にももちろん参戦をしていたんですけども、まあ、信玄公のどちらかというと旗本的な、立場であった小畑おじですけども、三森という方がいるんですけど、であと父の政盛と、やっぱりその挙手、まあ、当時はですね、海津城の城代にも、城番っていうんですかね、そちらにもいたんで、どちらかというとちょっとその長篠の戦いとか、三方ヶ原とか、その著名な戦いの方での、戦歴というか、あれはないんですけども、まあ、いずれ武田の威信ということですね、徳川に召し抱えられた後は、まあ、徳川秀忠の方ですね、に仕えたということになってますね。まあ、都市的にも結構若いですから、大阪の陣では出陣したっていう話が出てて、有名な話がいくつか残ってますけども、まあ、その後ですね、まあ、旗本ですから、まあ、2000石程度の領地、それと養子がね、ちょっと一族の関係がちょっと非常に分かりづらいんで、養子が横田綱利、ですよね。ですから、まあ、こちらにもお墓が、そのご子孫があるんですけど、多少ちょっと分かりにくいんで、それはちょっと系図の方で、したいと思いますね。ちなみに横田忠利は養子と言いましたが、原虎種、原美濃ですね、原美濃の神、鬼美濃こちらも 鬼ですけど、鬼の孫と、にあたる方ですよね。だから結構武田家は竹の、北条とかみたいに竹の養子ももちろん多かったんですけど、自国のですね、譜代大名同士の、婚姻関係というのも非常に多かったですから、はい、そういうことになります。ちょっと小畑氏の話が長くなりましたけども、で景典公はですね、その甲州流軍学を父、もしくは高坂正信、もといえばその、山本勘助から内容をですね、まあ、戦術というか軍学というか引き継いで、まあ、それを、まあ、正式な本というか、まあ、こうなんていうんですかね、今で言ったらこうまとめ上げた人になりますよね。ですから小畑景典が一人でもちろん作ったわけでもないんですけども、まあ、この軍学のですね、創始者、として、有名になりましたね。でそれがまあ江戸時代の初期ということになりますから、まあ、父親も高坂正信に仕えていたっていう関係になありましたんで、まあ、多少その、まあ、盗むじゃないですけど、まあ、見て聞いてっていうのは、景典公は結構若かったですから、さっき祖父の話までしましたけど、虎守公とか、日常とか、その方たちの活躍を目に見てたわけではないですから、やっぱり後々にですね、武田の、まあ、御名臣山本勘助ほか、まあ、して